ハーレマーのゆらです。2期が来ないのが不思議なアニメ特集。この企画は先日 Twitter と YouTube コミュニティの募集に寄せられたアニメファンの皆様の意見を取り入れながら、なんでこのアニメ2期が来ないんだよとみんなで訴えていこう、そんな企画となっております。ここ最近なかなか来ないなと思われていたアニメの続編が次々と決まっていっていて、声を上げればもしかしたらあのアニメの2期も来る可能性があるのではないかということで、最後の作品まで楽しんでいきましょう。まず1作品目はノーゲームノーライフ。こちら本当に多くの声が上がっておりました。まさにこの企画にふさわしい作品第1位なのではないでしょうか。まだかまだかと待ち続けて早8年ぐらい第1期の放送から経っておりまして、第1期の放送が2014年放送ということで、俺が本当に中1の時ぐらいに放送されたんですよね。もうめちゃくちゃ前。2014年に全12話がワンクール構成で放送され、その3年後、こちらね、まあ、結構記憶に新しい方もいらっしゃるかもしれませんが、2017年にノーゲームノーライフゼロとして映画化された作品でございます。まあ、言ってもこれもう5年前なのでかなり前の話ですが、皆さん朗報です。なんとですね、原作のライトノベルも2018年以来一切刊行がされていなかったんですが、なんと最近約4年ぶりに新刊が発売されまして、これはついに2期の発表あるんじゃないのか、やっと続編来るんじゃないのかとね、密かにワクワクしていたんですが、あえなくその思いは届かずということで、まあ、残念ではあったんですが、原作のね刊行まだまだ続いていますし、もう言わずもがなの人気作品ではありますので、もう割とそう待たずして2期の発表もあるのかなと思っております。まあこれも本当に5、6年ぐらいずっと同じこと言い続けてるんですけど、ということでまず1作品目はノーゲームノーライフでした。続いての作品はエロ漫画先生。こちらもね本当に非常に多くの声が上がっておりました。エロ漫画先生もねかなり長いこと続編を待っているんですが、なかなか2期が来ない作品ですよね。2017年に全12話のワンクール構成でアニメ化されたんですが、それ以降5年間音沙汰なしということで非常に悲しい。エロ漫画先生というなかなかインパクトのあるタイトルで世間を賑わしたこの作品なんですが、いざ中身を見てみるとアニメクオリティの安定感もすごく高く、ヒロインさぎりの可愛さやクラリスがね歌うオープニングなどなど本当に多くの魅力が詰め込まれた、そんな作品なんですよね。まあ、そんなこんなで2期熱望の声も本当に多いエロ漫画先生なんですけど、先ほどのノーゲームノーライフと打って変わって秘宝的な話が一点ございまして、実はエロ漫画先生の原作が2019年に発売された12巻以降約2年間全く刊行されておらず、音沙汰がない状況でして、まあ、原作が動いているもしくはまあ完結している作品でないとね、なかなか続編を作られることはないと思いますので、それこそまあノーゲームノーライフのように何かしら原作の動きが来次第アニメの方も動きが出てくるのかなと予想しております。続いて3作品目は青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない。青豚は2018年にアニメが放送され、その後劇場版が2019年に公開された作品となっております。いや青豚もですね本当にもうこの企画にふさわしいランキング堂々のトップ3にはねもう間違いなく入ってくると思いますし、ラブコメとは思えない味わい深い世界観と濃いキャラクターたち、そしてアニメクオリティのね高さなどが定評を受け、本当にね多くの人が2期を望んでいるはずなんですが、青豚も、テレビアニメに関しては約4年間続編が来ております。アニメ化後もねこんだけ盛り上がってる作品でこれだけ続編が来てない作品なかなかないんじゃないですかね。そしてねちょっと青豚も残念ながら2期制作にあたって秘宝が一つありまして、原作11巻まで発売されてるうちの約7巻分までアニメ1期と映画を足すとストーリーが進んでしまっていまして、ストック的にかなりカツカツな状況なので、原作がもうちょっとね発売されてから2期の発表などがあるのかなと思います。まあ青豚はね本当にかなり刊行スピードゆっくりなので、それこそ実際のアニメの放送とかは2年後ぐらいまでお預けかもしれませんね。続いての作品は変態王子と笑わない猫。変猫は2013年に全12話でワンクール構成で放送された作品で、なんと僕が小学6年生の時に放送されて以来約9年間ずっと続編が来てない作品ということで、いやめちゃくちゃ長いな。小学生の時に、これ見てた俺何者ってか。今回投票自体ねそこまで多くはなく、まあ、何票か入ってる程度ではあったんですが、本当に僕個人的にねめちゃくちゃ2期が来てほしい作品なので今回取り上げさせていただきました。本当に9年前のアニメとは思えないほど作画や演出も本当に丁寧でぶっきらぼうだけどなんか癖になるヒロインの月子がめちゃくちゃ可愛いんですよね。変猫もかなりねこのラブコメという人気ジャンルの中でも相当人気な方の作品なんですが、なかなか2期が来る気配が全くしないですね。ただこれはちょっと朗報なんですが、働く魔王様という作品がこの変猫とすごく似ている境遇の中、先日2期の方が決まりまして、
というのもこの働く魔王様は1期が放送されたのが2013年で、まあ、変でこの1期と同い年で、さらに原作の方もですね2019年完結で、まあ、ほぼほぼ同時タイミングで原作の方も完結しているあたりからも、働く魔王様で2期が来たのであれば、変猫もですね人気度の差などはねそこまでないと思いますので、まあ、全然2期が来る可能性はまだまだあるのかなと思っております。ということで働く魔王様に続け変猫でした。お次の作品は魔女の旅旅。魔女旅は割とねここまで取り上げてきた作品と比べたら最近アニメ化がされた作品で、第1期は2020年の秋クールに放送された作品でございます。まだね1期の放送から1年半程度しか経っていないんですが、2020年の深夜アニメをね本当に代表する作品と言っていいほど魔女旅はめちゃくちゃ盛り上がりましたからね。まあそこまで待たずとも魔女旅はいつか2期が来るでしょう。終盤では2期をね匂わせるような謎の新キャラが登場したりと、これで2期やらなかったらあの演出は何だったんだとねなってしまう演出があったりとかして、本当に2期をあらかじめ見越して制作されていたのかなと1期を見た感じ思っております。円盤や配信もかなり好調だったようでして、原作もですねアニメ放送後売り上げをぐんぐん伸ばしたりもしているので、まあ、近いうち何かしら発表がありそうですね。まあ、ただ最近のブームとしてあの1期の最終回放送直後にそのまま2期ってね発表するっていうパターンが多いので、魔女旅もねそうなるのではとね思っていた矢先、1期が終わった後ね全く発表が何もなかったので、ちょっとね驚きはあった作品なんですが、まあ割とすぐ何かしらあるんじゃないでしょうか。ということで魔女の旅旅でした。続いての作品は寄宿学校のジュリエット。僕のファンの特性もあるかもしれませんが、ジュリエットも非常に投票が多かった作品でございます。2018年にワンクール構成で放送された作品でして、かれこれ約4年続編が来ておりません。登場キャラクターの可愛さはさることながら、この作品ならではの絶妙な空気感であったりとかテンポの速さっていうのがすごく心地よい作品です。原作の方はアニメ放送から間もない2019年に完結しておりまして、原作者さんの方はですね早くも新作を手掛けられているので、まあ、そっちの方のねあのツイッターとか見てる感じかなりね、そちらの作品の連載が気合が入ってるなっていう感じですので、もしジュリエットの続編をやるぐらいならそっちのアニメ化をやるっていう流れにもしかしたら、なるのかなっていうのはちょっと、懸念点としてあったりします。ただですねあの時々、ジュリエットの原作何巻分無料みたいなねそういったキャンペーンもね随時まだまだ行われていたりと、まあ、全然動き自体はね原作の方もある作品なので、2期の可能性は意外と秘めてるのかなと個人的に予想しております。はい、ということでですね、今回は2期が来ないのが不思議なアニメ特集をやってまいりました。これらの作品以外だと桜園のペットの彼女、月刊少女野崎くん、あと六赤、そしてダーウィンズゲーム、こういった作品がね多くの投票が集まっていた印象でした。他にも2期が来なくて不思議なアニメたくさんあると思いますので、ぜひ皆さんの意見もコメント欄にお寄せください。今後も YouTube コミュニティや Twitter で今回のような募集をしていきますので、ぜひともチャンネル登録と Twitter のフォローも何卒よろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺でごきげんよう。 What?